こんにちは。こんにちは。お元気ですか？元気ですよ。暑かったですか今日は？車の中だったからほとんど暑くない。あ、ほんま。雨降ってなかった？まだ降ってなかった。サーモンの寿司。でも寿司が好きだから、寿司の好きな大きさかな、炙りサーモンにしとけばよかったかと思ってます。寿司
マスク外す？外す。ちょっとすごいじゃないですかこの作品。ありがとうございました。昨日大変やった。お父さんがめっちゃ手伝ってくれたもんな。先生今初めて気づいた。そっかそっか。これ使ってたんだ。インタビューあと30分ぐらいやろうかな。そうそう。じゃあどうもありがとうございました。スタートしました。じゃあちょっといろいろ先生聞きたいです。
が多分3、4歳ぐらいの長男。楽しみにしててください。いやこのオッキー絵結構評判良かったですよ。これは何で描いたんですか？これはパステルです。カレー美味しかったですか？はい。先生が描いた重弘くんの絵見てくれた？見ました。見た？どう？喜んでもらおうかなと思って描いたの。いい？ OK？ いいです。ありがとう。先生がすごく気になったのがこの空の上の何ですかこれ。なんかすごい雲のような顔のような 顔。なんかちょっと怖いなこの顔。なんでこういう風にしようと思ったんですか？偶然を利用して偶然顔っぽくなっていったっていうことですね。山が一個
バカーンってこう上に上がってるじゃないですか。これは なんでこういう風になってるんですか。動かして。あ、その紫のキャラクターがこう浮かしてるのか。これは実際にポケモンの中でこういうシーンがあったりするの。なるほど。じゃあポケモンをよく知ってる人はより一層楽しい絵に楽しい作品を楽しむことができるんですね。じゃあこれね、ちょっとしげひろくんは大きな作品以外にもちっちゃい作品たくさん撮ってくれ、たくさん描いてくれてます。これは全部何かのキャラクターの絵ですかね。この壁のこの3つの絵はこれは自分で描く。あ、これも存在するキャラクターじゃなくて、シゲロ君が自分でね。あ、すごいな、すごいな。ちゃんとなんかいろんな特徴も描いてくれてます。多分たくさんの人が見に来ると思いますので緊張する。でも多分いろんな人が見てシゲロ君の絵を見ながらこういろいろ言ってくれると思う。仮面ライダーとかさ、子供だけじゃなくて、まあ、おっちゃんおばちゃんもよく知ってるから多分びっくりすると思うで、すごい影のつけ方とかも綺麗だし。はい、よろしくお願いします。では北崎のりえさんの作品をようやくこのように飾ることができました。ありがとうございます。これは私がハマっているなんか中国ドラマ の永遠の桃花っていう、はい、桃花桃の花なんですけど、それをオマージュしたものなんですけど、昨日こちらのオーナーさんが見てくださって、これは私のやってるサロンの姫様ですかね。桃が桃原っていうところなんで、桃道なんだっていう。ありがとうございます。そうですよね、最初描けるんやろうかとか思ったんですけど、先生が要所要所でアドバイスくださったんで、なんとかなんとか。ありがとうございます。どれもなんか同じような感じじゃなくて、でもちょっと一つ世界観があるような素敵な絵ですよね。どれも今ちょうど1年ちょいぐらい、はい、初めて、素人から初めて先生が好きに描かせてくださるので、なんかちゃんと牛に追われてついていきます。一番古い絵っていうのはどれですか。あ、この中だとこのバラになるかと思います。バラの絵ですか。はい、白黒だけ、白黒の世界だけではないんですよね。特に印象に残ってる、苦労したとか楽しかったなっていう印象に残ってる絵ってありますか。苦労したのはこの黄色いの、この鉛筆で残してここだけ色鉛筆で塗ってぼかすんですけど、うん、結構この遠近感を出すのが苦労しました。そうですね、一番好きな、なんかでも結構このゾウさんとかも結構面白かったです。その時その時なんかこう、ここをもうちょっとうまくなれたらいいよねっていう課題を出してくださるので、先生が楽しんでちょっとずつ進歩してるのが嬉しいです。まあ、動画を見てくださっているのはちょっと会場に来れなかった人も多いかと思いますので、一言をいただけると。はい、八田先生の絵画教室はその方その方の個性を伸ばしてくださるので、すごく教える側は大変やと思うんですけども、もう来ている子どもさんたちがもうとってもピュアでパワフルで、一緒にいる私の方がいる2時間の間にエネルギーをいただいて、すごくリフレッシュして感謝しています。またぜひ教室の方を見のぞきに来てくださいっていう感じです。
ありがとうございます。